アンジョって性格悪いよね。え、何急に。見ましたよ、ヒデキ、ユーフォニアン。あ、一気見ましたよ。あ、びっくりした、そのことか。見ました、今名言ね。君は性格悪くない1ミリも悪くない。あの有名なセリフですね。そう、やっと見てくれた。いや、僕はあの自他ともに認めるスポコン好きじゃないですか。いや、そうですね、スポコンだね、あれ。いや、君絶対好きだと思った。めちゃくちゃ好き。あの先生さ、やばくない？滝先生ね。これは何ですか言ったはずですよ。みんながね、あんまり練習がこう身に入ってなくて、いや、静かに笑顔で怒るっていうね。あ、一番怖い子もよ。一番怖いよね。まずさ、うん、大前久美子の性格よ、主人公にすないや、大好きでしょ。大好きよ。無関心主義というか、冷めてるというか、王道のアニメとか漫画があの形があったとしたら、間違いなくサブキャラな、ちょ、主人公に心動かされるやつやん、お前っていうのがメインにいるんだよね。大前久美子が主人公なことによって、うん、すごい普遍的なものになってるのよ。身近なものにね、身近な部活の光景になってんのよ、あれ。分かる、要はどうしても漫画とかアニメの主人公っていうのを真ん中に置くと現実離れしちゃうのよ。なんでかって、それは創作物だから。創作物の起伏を持たせるにはやっぱりそういう凹凸が必要だから。なるほど、君物書きするから余計こうなんか響くものもあるじゃない。すごいな、ここにこのキャラ。無理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 私の技量では無理無理無理。帰国子女の親が超有名 UFO 奏者にする言うたら普通なんだよね、久美子って。高砂が例なのね、久美子って性格悪いよねっていうのもあるけど、うん、もう普通の中の幅の中に収まってんのよ。ぶっ壊れじゃない、ややのところ。うん、ややのとこだよね。そう、いや、あれ見事だよな。見事すぎてさ、実はいろいろ通ってないジャンルというか苦手とするジャンルがあるじゃないですか、私。はいはい、あります、ね、その中にあの女の子同士というジャンルが私あるわけですよ。あ、そうなの。いわゆるそのなんだろう、秘密の女子の花園みたいなラインまでに踏み込んでないから楽しんでると思ってたの。大前久美子と高坂麗奈はさ、バリバリ踏み込んでるやん。バリバリ踏み込んでるね。あの、わかりました、初めて。いいわなあれ、いいな花火大会の山のシーン、うん、って言ったもんそれ野球中継見てるおっさんと一緒だから。そうよ離れろみたいな、離れろ、離れすぎだぞうざいなソロのオーディションとかさ。いや、ゆう子の気持ち分かるんだよ。うんうん、分かるよね。香織とレイナであのソロのオーディションするじゃん、二人で。はいはいはい、ゆう子もさ、うん、もうレイナの方が上手いの分かってんの、聞いてん。うんうん、でもさ、言うわけじゃん、滝先生が、香織さんが よかった人っつったらもう、うん、分かってんの、一人だけこう優子が拍手するところも優子そう、優子も音楽好きで入ってるから、そうなんだよ、分かっちゃうんだよね、もう実力が歴然っていうのは。先生も酷なことをやってるかもしれないんだけど、でも全員納得させなきゃいけないし、いい、大会に行けないからね。そうだから、チームスポーツのために大事な時間だったのよ、あれは。まあね、あれは結構人によっては、部活やってた人によってはめちゃくちゃムカつくシーンだと思う。その部活の団結に水を差す行為だから。あと3年生最後の年だからっていうのもあるしね、花を持たせるみたいな。やっぱだから、あそこまでかなり描いてるとやっぱ見れない人いると思う。自分の部活の嫌なこととか思い出しちゃって、確かに多分途中でやめてる人とかいると思う。俺知り合いに一人いるのよ。学生の時に引きこもってて、ずっと外に出れなくて、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないよ。一話をみんなで見た時に集まって、おい、すげえアニメ始まったなって言った時に、その人が、あ、ごめん、ちょっと俺は多分これ以降見れないわっつって、あ、そっかってなって、うん、やっぱきついよねっつって、やっぱちょっと思い出しちゃうわみたいな感じになって、うん、俺は逆にあの怪我で部活を諦めてるから、しかも俺3年の前に、うん、やめちゃってるから、俺の知らなかった青春の続きみたいなのが相当君じゃ食らったね。仕事を全部放り出して2期を見たいのよそれはダメです、私は。それはダメです、あと仕事いっぱいあるんで。まあ、うちは結構競合だったからさ、わかるんだけど、おめえらが立ち読みコンビニでしてる間、俺らは走ってるみたいな。で、朝練して、うん、授業全部寝て、うん、で、放課後走る、うん、練習する、うん、まあ、負けるわけがねみたいなマインドだから。なるほどね、やめんなよ。すげえ、はいすごいっすね、やめんじゃねえよ。はい、そして次の曲が始まるのです。え、ち
ャンネル登録と高評価ボタンを押す。それ、ありありの有明学園です。